気持ちを出せるだけ出してごらん。おいで。辛かったね。よく頑張ったね。できるひとときをひろみボイス。今月か、しなくなったっていうことなのよね。あとはたまに外食もして、話したくなかったら話さなくていいよ。あなたはお母さんの大切な子供だけど、お母さんのものではないから、話したくなかったら話さなくていい。でも涙は流しなさい。辛い気持ちとか悲しい気持ちとか悔しい気持ちとか、なんで涙が出てくるかもわからなかったら、ちょっとだけあったこと、感じたこと、今思ってること、何も思えないこと、少しでも話してくれたらお母さんは嬉しいな。になっていいから、気持ちを出せるだけ出してごらん。言葉にできなくてもいいの。涙だったり、イライラしてしまったり、わめきたくなったり、いろんな形でいいから、いっぱい出しなさい。溜めちゃダメ。
はね、あなたがとっても真面目で優しくて思いやりがあって愛情深くて誠実で勇気があって頑張り屋さんで努力家でいつも前向きに頑張ってる、そういう子だってよく知ってるよ。だからこそそういうことがあるといろんなことを考えちゃって、いろんな人の気持ちを考えてしまって心がぐちゃぐちゃになったり辛くなっちゃうよね。一人で頑張らなくていいんだよ。そしてあなたを傷つけた人、優しい気持ちなんて持たなくていいの。世の中にはたくさんいい人もいる。でも残念ながらわざとあなたを傷つけるようなことを言ってくる人もいる。自分が我慢強いからといって、自分が我慢をしたりいい子になる必要はないんだよ。逃げてもいいし、お母さんや周りの人に相談して戦ってもいい。強がらなくていい。今あなたは心が疲れてたり弱くなってるって思ってるかもしれないけど、そうじゃないの。人は聞いたことや見たこと、そういうことが脳に入ってくるの。脳はとても単純で賢い生き物だから、見たことや聞いたことの根拠を探そうとするの。お前はできないって言われたらできない理由を探しちゃうように、いろいろなネガティブな言葉というのは自分が思ってる以上に脳にダメージを与える。それは心の問題じゃないの。あなたの心が弱いからじゃない。それだけは覚えておいて。あとはもう一つ、ホルモンバランスが崩れた時にも心がぐちゃぐちゃになりやすい。それはあなたが弱いからじゃない。自分のせいじゃないのよ。本当に今日は帰ってきてくれてありがとね。涙を流してくれてありがとね。話してくれてありがとう。今からお母さんがあなたの脳を復活させる、元気にさせる、あなたにパワーを充電するからね。その前にほっと一息つけるハーブティー入れよっか。ちっちゃい時よく飲んでたよね。
のもあるから、これとか甘くないよ。どう？ちょっと落ち着いてきた？じゃあそのまま、ちょっと自律神経を整えよう。さん、呆れるほど声をかけてあげなさい。
ままお顔のツボを押します。ここ疲れたからここ凝ってるでしょう。そう、今度はここね。そう、いろいろ考えすぎたりすると凝るよね。次はここ、ストレス固まると痛くなるところね。そう、次にここ、そう、ここも疲れが溜まると凝りやすいから
愛しているよ。大好きだよ。